2017明治安田生命 J2 リーグの第24節です。ファジアーノ岡山対レノファ山口 FC のゲームです。このカードは昨年は岡山の1勝1分け、そして今シーズンは第18節アウェーで岡山が0対1で勝っています。セカンドを拾います。赤嶺のシュート、強いシュートでした。これはどうなるか、コーナーキックになりました。いや、力のあるシュートでしたね。そうですね。ここもインスイングで入ってきた。かなりこうゴールに向かっていくボールでしたね。そうですね。ニアで引っ張っといて、はい、というところでしたね。はい、高いボール落として塚川のシュート、こぼれたところよく触りました。最後は豊川も行きましたが、村上よく触りました。ゴール前、ここで塚川のシュート、思い切って打ちましたよね、はい、強烈なキック持ってますからね。はい、そうですよね。ちょこんと出して、これも前が来た。市森の素晴らしいセーブです。ボールを横にずらしての強烈なシュート、枠に行ってますが市森が止めました。片山、攻撃力もあるプレーヤーです。片山です。今片山選手大事なプレーだと思いますね、はい、木山クロスを早めに入れてきた。シュートを打ってくる、ヘディング、先制ゴール。最後は赤嶺、展開でしたね。非常にスピードのある攻撃を見せました。やはり前線の3人のうちのこの2人がうまく連携をしました。そうですね。サポーター席も近いところでコーナーキックです。キッカー小野瀬、パクチャニョンもゴール前にいます。ファーには渡辺もいる。おっと、直接来ましたが一森よく触りました。いやー、よく一森触りました。そうですね、難しいと思いますよ。クロスからヘディングシュート、最後は渡辺です。直接来ました。片山のロングスロー、来てヘディングシュート、頭一つ抜けましたが、赤嶺非常に高い打点でした。足元抜けていきます。山口ボールになるか、前向いた、シュートまで行く。さすがのシュート、いいシーンを作りました山口です。ワンタッチだったな。チャンスになる。左サイドから中に2人いるが、折り返す、触れなかった。一森触れなかった。大石がいましたが、武田、これまた絶体絶命のピンチを岡山しのぎました。もう一度三幸、ここ体を入れました。伊藤です。そして赤嶺の前へ、赤嶺左足シュート、ゲット。2対0、貴重な追加点。振り抜きました、赤嶺の左足、今日2得点目、これで7ゴール、貴重な追加点。がいるが、ファーに広木もいる。小塚シュート、1点を返しました。小塚の素晴らしいシュート、2対1。山口、一森から点を取りました。
プレーになるでしょうか。最後ゴール前に上げてきます。バウンドした。ここで笛が鳴りました。2対1、ファジアーノ岡山これで10試合連続無敗。ホームでは水戸戦に続いて連勝となりました。